プ主のバンボクトだぜ。生徒のマリサです。オタクヤは始めるぜ。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。ついでにウプ主のバンボクト作者ページも覗いてみてくれ。それからプイってあのフォローも頼むぞ。師匠、SF 特撮美女も3回目です。今日はどの美女から始めますか？うむ、コメントにバイオミックジェミーが2件もあったので、このシリーズから始めようと思う。おう、この作品のファン、多いみたいです。そのようだな。コメントも熱かったぞ。このシリーズの主演女優、リンゼイ・ワグナーって今見ても綺麗ですよね。人気があるのも当然です。かといって、お姫様タイプではなく、身近な美人という印象だな。この普通さが、人気の秘密だろうな。彼女の特殊能力って、どんなのでしたっけ？まず、右腕、両足、右耳がサイボーグ化されて走れば時速95キロ、右腕は1トンの重量を持ち上げる。耳は壁の向こうの話し声も聞こえるし、1キロ先の小さな音さえ聞こえる。さらに5メートルの高さまで飛び上がられ、数十メートルの高さからも飛び降りても無事だ。おお、さすがバイオミックパワー。でも、そんなパワー可能なんですかね？まず不可能だろうな。そんなサイボーグ装置があったとしても、人間の体が耐えられるはずがない。どうしてですか？考えてみろ。右腕、両足をサイボーグ化したとしても、骨格は元のままだ。人間の脆弱な骨で、1トンの重量を支えられると思うか？そうなんですか？例えれば、自転車の車体に F1 のエンジンを乗せた状態を考えてみろ。まともに走れるはずがない。それじゃサイボーグというのは、夢の技術なんですかね？それはいずれサイボーグについて特集するから、そこで詳しく考察しようと思う。ただ SF 小説のサイボーグは、あまり夢のある存在じゃないようだ。師匠の言うことだから、あまり期待しませんがね。ところで前回、アメコミの美女について語り足りない、そんなことをおっしゃってましたよね。そうだな。アメコミの、アベンジャーズに出てくる美女については、まだまだ語りたいからな。待ってました。それじゃ、どのキャラから行きますか？悪役サノスの二人の娘、ガモーラとネジュラだな。おお、意外なチョイスですね。特にネジュラはわしのお気に入りだな。映画ではあのメイキャップで、素顔がわからんが実は演じている女優、相当の美人だぞ。この女優があのネジュラなんですか？こんな美人だとは、驚きです。わしが気に入っているのは、アベンジャーズエンドゲームで、冒頭トニー・スタークと宇宙船で漂流中、トニーにゲームを教えられ、夢中になるシーンだな。あれは可愛い。ああ、トニーに面白かったかと尋ねられるところですね。ネジュラは無表情のまま面白かったと答えます。つまりネジュラは、今まで一度も単純なゲームすら経験していなかった、ということだな。それが初めてゲームの楽しさを知ってどう表現していいかわからず、無表情のままなのだ。他にアベンジャーズで出てくるキャラで、お気に入りはありますか？恋人にしたいかと問われたら考え込むが、ボディガードにするならブラックパンサーのお声だな。それってすっごく特殊な趣味じゃ？わしはなぜか坊主頭の女性には弱いのだ。スタートレック劇場版のアイリアなどには正直、参ってしまったぞ。師匠、それって病気ですよ。それじゃ最有機の夏目雅子なんか？もちろんだ。あの夏目雅子は猛烈に色っぽかった。師匠は本物だ。何か言ったか？いえ、何でもないっす。話を戻しましょう。ネジュラの姉のガモーラも、素顔はこんな美人だ。スタートレックで裏を演じている。最近ではウフーラと表記することが多いみたいですね。ミスターカトーも、吹き替え版でスルーと呼びかけられているからな。昔からのファンは、ちょっと違和感が残るかもな。ところで師匠、いろいろ SF 作品に登場する女優さんを紹介してきましたが、一つ大きなシリーズを忘れちゃいません。なんだったかな？スターウォーズを忘れています。おお、そうであった。わしとしたことが、なんというぼか。スターウォーズといえば、なんといってもレイア姫だろうが、わしは少し違うキャラに注目したい。普通にレイア姫でいいのに。先頃、ハンソロを主役にした映画があったろう？ああ、はいはい。ハンソロが、ルークたちと出会う前の若かりし頃を描いたドラマですよね。あの映画の終盤、反乱軍のリーダーとして登場するのが。そうですよねー。キリッとした顔立ちながら、そばかすが顔中にあって、驚きました。今のハリウッドは、ああいう特徴も許容するんだと感服した。以前なら、絶対メイクで隠すのにな。しかしあのそばかすが、逆にあの娘の、意志の強さを表していて役にぴったりだと思うぞ。確かあの女優さん、ファルコン・ウィンター・ソルジャーでも、政府に反抗するグループのリーダーとして登場してました。そばかすが特徴的、といえばもう一人いるぞ。誰でしたっけ？ディズニー映画のトモローランドに登場する、アテナという美少女だ。ああ、思い出しました。あの美少女、ロボットなんですよね。あの映画ではオーディオ・アニマトロニクス。略して AA と自称しているがな。まあ、アンドロイドと言うべきだろう。なんでオーディオ・アニマトロニクスなんですかね？ディズニーのアトラクションの一つで、過去の有名人を再現した演目がある。それをロボットと呼ばず、ディズニーはオーディオアニマトロニクスと呼んでいるからだな。師匠の言う通り、あのアテナって女の子もそばかすが印象的でした。まるでノーマン・ロックウェルの絵から抜け出してきたような美少女でしたね。そうだが、ノーマン・ロックウェルと言って、わかる人いるのか？気になった人は、検索してね。あの女優、調べてみたらそばかすはメイクなのだな。素顔は普通だが、50年代の雰囲気を出すために、わざとメイクでそばかすを描き足したらしい。しかし師匠も随分、気になる女性キャラがいるんですね。後でコメントで、何を言われるか心配ですよ。ほっといてくれ。SF 作品もそうだが、ファンタジー系の映画も無数にあるから、本当はもっと語りたいところだぞ。まさか、第4回目があるんじゃ？そうそう、同じテーマでやると飽きられる。だからそろそろ、SF 作品か、作家を紹介したいぞ。そ
そうですね、楽しみにしています。それでは次回の動画をお楽しみに。